I almost didn't make it to this. Just went through a heck of a rush. Ooh, Johnny. Ooh, Bilbo. Well, now I'm ready. And soon, so too will you be. Well, now we wait. Just some waiting. Just a little bit of waiting. Just a bit. It'll be fine. It'll be okay. Where's my folder? Here's my folder. I found it. Oh god, I hate Windows libraries. They don't let me do what I need to do. Any minute now. Any minute now. Oh, here we go. Hello. Hello. Oh wow, the studio. Never Mr. Sakura, never. Good, good. Let me turn my fan off. Oh, we got no audio. 新しく追加されるミーファイターコスチュームのご紹介です。こちらをどうぞ。Okay, Mii Fighter. The moment of doom.
Mike Jones, please. Mike Jones, Mii Fighter. Oh, it's Barrett and Tiefer. Yeah, you know, just all the foof characters. Yeah, many foofs. Oh, okay. Bird hat. Oh, he's dead. Gino, rest in peace, probably. He's like the only one that's not from Final Fantasy. フェイント気味のご紹介になりましたけどね、ファイナルファンタジー7以降 FF7 と呼ばせていただきますが、 FF7 ゆかりのコスチュームが増えました。 Hello, Miles. エアリス、ティファ、バレットが入っていますが、これらに専用のヘアセット、つまり髪型はないんですね、これはミーファイターの方で、適当に調整をして入れていただければと思います。では本題のセフィロスのご紹介に行きたいと思います。まず最初にセフィロスとはクッパ大王謎を除いてゲームでは特に有名な悪役の一人ではないかなと思います。 FF7 に登場した伝説のソルジャーです。とある細胞、何細胞とは言いませんが、そのために人知を超えた強さを誇ります。最終的には究極の破壊魔法メテオを用いて星の力を我が物にしようとします。特徴は長い剣の正宗。最新作 FF7 リメイクはスタイリッシュな映像が山ほど楽しめる作品で、私も続きが楽しみです。参戦ムービーも Yeah, when they reveal part 2 of the remake in 2030. いや、何しろマインクラフトの後に FFAC ですからね。このダイナミックレンジの広さはやっぱり退屈しない仕事だなと思います。面白いですね。One is a powerful, godlike being, and then the other is Sephiroth. 例によってゲーム内のカメラは特殊なもので、また、開発中のものであることもご了承ください。では参りたいと思います。Sakurai looks like he's been sweating. はい、これがエマブラにおけるセフィロスです。最大の特徴、やっぱり剣が長いことです。 Yeah, I'll concede there. 剣が長いのでリーチがとにかく広いです。そして比較的長身です。長身ということは相手の攻撃が当たりやすいという。 You know, when designing this game, did nobody stop and say, all right, maybe this long sword looks a little ridiculous? 上半身裸版を 7P、8P に用意しました。まあ全体的にセフィロスだから A regular himbo 保ったまんまにしますが、 7P、8P は最終決戦仕様が楽しめると思ってください。来るがいい、目障りだ。声は日本語のみの実装になります。ご了承ください。 I really do not care. そして、最大の特徴、セフィロスがピンチになるとこのように肩翼が生えます。肩翼が生えるといろいろな効果があります。まず、スピードや攻撃力が少し増します。So a bit like Terry, a bit like Terry. 空中ジャンプがもう一回できるようになります。つまり三段ジャンプができるようになると。そして何より、スマッシュ攻撃にスーパーが No. こんな風に一方的に打ち勝つことができる。とは言っても、When will you learn? というわけではないので、使いすぎにはご注意です。例えばワンミスするとなくなります。
相手を撃墜するとなくなる。 So you lose the wing by winning? 単純に蓄積ダメージではなく、試合全体を俯瞰して判断されます。例えばストック数が優勢の時には 100% 超えてもまだ勝てるか出ませんね。 This seems very inconsistent. やっと出ました。ストック数が劣勢の時にはもう 30% 程度で硬い服が出てしまうと、こういう違いがあります。それでは通常技の説明、基本的な技をご紹介します。 Another song! スイートスポットについて。 Can we get dancing mad, please? 例外もありますけれども、斬撃の場合、闘神の I mean, I'm sure Final Fantasy VII is great. Incredible game. Can we get something else? 斬撃を。 Can we get, like, dancing mad?一番近いのが7。 This song might not even be from Final Fantasy VII, I don't know. I know like 5 songs from that game. 斬撃は中央が一番強いのですが、月みたいなものが先端が強いのが another tip. Another tip fighter. まず弱攻撃。他のファイターと比べれば出るのは遅めですが、セフィロスの技の中では特に早く出る方なので、相手に近寄られた時などに使いましょう。次にダッシュ攻撃、前の方に踏み込みながら攻撃する技で結構なリーチもあります。また、吹っ飛ばしも十分にありますので結構使える技かと思います。次に横強攻撃、見ての通りリーチがかなり長いです。そして上下に打ち分けすることができます。例えばダウンした相手には普通に打っても当たりませんから、そういう場合斜め下を狙って打つといいですね。次に上強攻撃、当てにくいですがリーチが長く判定も持続する。 I mean, he seems cool, but coming off of Steve, it's a little hard to act like my mind is being blown or anything. 攻撃ですから先端が一番強いです。次に下強攻撃、移動するので牽制に向きます。 You stole that from Richter. 姿勢が低いので相手の攻撃を、くぐり抜けて Yes, kill Corin, please. できるかもしれないです。ただし総裁されなければの話ですが。 No, don't kill him. 次に横スマッシュ攻撃、okay, good. 威力のある全力スイングです。リーチも威力も吹っ飛ばしも十分にあります。だけど隙はかなり大きいです。仮にかなり遠くでシールドされた場合も反撃確定になってしまうのでご注意ください。次に上スマッシュ攻撃、かなり広範囲を襲う技です。Sword, many swords. まあ、相応に広いですが、隙はやっぱり大きいのでご注意。下スマッシュ攻撃、これは瓦礫で結構広範囲を攻撃することができます。威力も高めです。地面に当てないと瓦礫は出ませんが、復帰阻止をすることは可能です。The Debris. あと大事な機能、下スマッシュ攻撃はシールド破壊が強めです。I like the way you thrust. 通常空中攻撃。この手の技としては範囲が全体的に広めですね。隙が大きいセフィロスの技としては早く出る方だと思います。なので牽制に向いてますね。次に前空中攻撃、かなり長いリーチを誇る。 You should have gone for the head. リーチの長さを生かしてこのように復帰阻止にも使えます。 Dang Sakurai with the edge guarding. ので見ての通り小ジャンプ攻撃なんかが当たらないんですね。なのでそういう場合横強攻撃なんかと併用すると相手は Sephiroth is completely incapable of stabbing Aerith. Final Fantasy VII fans rejoice. なんと前空中攻撃、壁に突き刺してジャンプすることができたりするんですね。 Okay, so that's the most interesting part of this character so far. フェイントに使うなどが考えられますね。そして後ろ空中攻撃、前空中攻撃よりは範囲が広い攻撃ですね。威力も高いです。なので前空中の代わりに振り向いて後ろ空中を使うとかはありですね。前空中攻撃も後ろ空中攻撃も地上ギリギリで出して当てることが大事なんですね。そうじゃないと地上の敵に当たらないので、小ジャンプで当たらない相手も、地上ギリギリなら当てることができますので。ただ前空中攻撃の方が後ろ空中攻撃よりも早く出るから、それを勘案しないといけないですね。具体的には前空中攻撃が、攻撃発生13フレーム、後ろ空中攻撃は15フレーム。The one attack is faster, so jot that down. いや、そんなこと言ってちゃいけないですね。
このゲーム、愉快なパーティーゲームを考えて想像して作っているものなので、そんな細かいことを言うのは、まあ、大会に出る人ぐらい。 Oh my god, is he really addressing that? というわけで、前空中攻撃当てると楽しい、後ろ空中攻撃も当てると楽しい、そんな感じでいかがでしょうか。次、上空中攻撃、広範囲の投げ払いです。先ほどの上スマッシュ攻撃と似てますね。まあ実際代わりに使うことだってできます。前方の攻撃範囲などはあんまり広くありませんが、いろんな迎撃に使えるので試してみると良いかと思います。次に下空中攻撃、これは獄門と言われている急降下攻撃です。例によって The opposite of heaven's door. 攻撃範囲はかなり広く、しゃがんでいてもこの通り。またその刀身の長さからものすごく床を突き抜けますので、崖外からの復帰措置も可能かと思います。一応メテオもありますが、ちょっと崖外では使い物にならないですね。自分も自滅しちゃいますから。もし、well, I mean, unless that's what you want to do. 足場は最低限キープして使った方がいいですね。次に掴みや投げですが、剣を持っているファイターというのは投げの威力は全体的に弱めです。これ前投げ、後ろ投げ、テレポートして投げてますね。上投げ、すぐにコンボにつなげます。そして下投げと、まあ、投げの威力は低いといえど、何らかのコンビネーションに使ったりとか、シールドを崩しにかかったりとか、そういうのに使えると思いますので、いろいろ検討してみてください。それでは、必殺技のご紹介です。通常必殺技は貯める段階によって3つの飛び道具を使いこなします。ほぼ貯めずに打つとフレア、距離が比較的長めで最後に爆発を行います。ちょっとだけ貯めるとメガフレア、それよりは距離が短いですが威力が抜群の攻撃を行います。そして最後まで貯めるとギガフレア、大爆発。 Is that really something that you should treat as three separate moves? Because it seems very similar. 威力は絶大です。シールドボタンにより、途中でためを止めることはできますが、ための保持はできません。Oh, no storing. ギガフレアは空中では使えないことになると思います。ため時間が長すぎるんですね。ギガフレアにはこんな使い方もあります。わお、スマッシュをこう混ぜてみたんです。 Poor Aerith。 またこういう使い方もあります。掴んじゃう、こんな目の前で炸裂するなんて使い道があるのか、なんていうことも考えられますが、実はちょっとあるんですね。それ後で説明します。一応吸収もできるんですが、大した回復量にならないです。なぜなら爆発した時が強いから。反射もできます。反射はギガフレアは絶対に反射されないことをお勧めします。もう蓄積ダメージゼロでも即死。 Wow, woodland creatures and small boys are Sephiroth's weakness. 3つも飛び道具があるのは相当な強みだと思いますので、うまく使いこなす。 I'm sorry, I'm kind of out of it today.I'm trying my best to provide insightful comments. シャドウフレアです。なんか地味な飛び道具ですよね。とにかく細い球を打つだけなんですね。貯めることはできるけれども、見た目そんな大きな変化があったようには見えないですね。でも、この球、全く異なる概念を持つ飛び道具です。この細い球を相手に当てると、周囲を回転する球になるんですね。そしてしばらくすると誘導して爆発をします。お、お、オーケー。ため度合いや重ね掛けによって相手の周囲を回る球の数が増えます。最大5つまで。なおシールドすることは可能です。 Interesting. シールドされることを見越して掴むことも可能です。なお発射時に向きを変えることもできます。こういう使い方もできるかもしれないです。I look forward to being juggled off the stage with this. 誰かが巻かれると、第三者に対してなすりつけができるんですね。
まあどっちに転んでもセフィロスには有利ですから、使うに越したことはないと思います。なお吸収することは可能です。反射することも可能です。まあ実用的に攻撃に使うのはちょっと難しいかもしれませんが、ちなみに拾うことも可能です。拾うとどうなるか、こうなるんです。人の周りについてるものを拾っちゃうこともできちゃう。Oh, he's so helpful. Oh. Too late, Sakura. I did it first. I made the joke first. すぐに出せる直線攻撃系の技で、ファイアフォックスなどに似ていて、好きな方向に打つことができるというものですね。相手に対して距離を取るためにも使えますし、こうフェイントをかけるのにも使えます。ところで今までが一線だったのですが、ボタンを押し続けると八頭一線という8回切りつける技になります。こういう突進系の技には珍しく十分な撃墜性能があります。地上で出せば崖際では止まってくれます。だけどちょっと浮くともうどうにもならないので要注意です。飛距離には少しだけ差があります。これ一線、これ八頭一線、八頭一線の方がちょっとだけ長いですから、どうしても復帰したいという時には八頭一線を使うのがいいですね。 Okay, I will not remember any of that. 本来は復帰に使うためのものです。一線はすぐに崖に捕まることができますが、八頭一線は少しだけ上の方に飛び出してしまいます。それを使って攻撃をするという手もありますが、この違いにはご注意ください。次に下必殺技、閃光と言います。It's good that Final Fantasy VII is actually getting music. カウンターのように使います。カウンターと異なり、当たっても当たらなくても閃光になるのがポイントです。I mean Final Fantasy in general, but also VII. 閃光がパワーアップします。見てくれの通り、後ろからの攻撃には無効です。なお残念なこと。Sakurai, did you have to sell your soul to the devil to get this music?さらにカウンター系としては珍しく、強い攻撃に破られてしまうんですね。最大チャージショットなんかもまあ厳しい攻撃です。ただしダメージは防げます。復帰阻止に使うこともできます。特に攻撃力のある上必殺技を持っているような人は気をつけた方がいいですね。最後の切り札はスーパーノバ。セーファセヒロスがメテオで超新星を起こし星ごと破裂させるというダイナミックな技です。ここそれぞれの人たちが Complete Global Annihilation。 お気づきになりましたでしょうか。お気づきにならないと思うので寸前で止めてみようと思いますが、右から1人は吹っ飛び、1人はキノコ、そして1人は、シールドブレイクを起こしているように見えますよね。原作でもそうだったのですが、ランダムである程度の効果が現れるようになっています。吹っ飛び、フラフラ、寝る、スロー、お花、キノコなどですね。フラフラになりましたね。こうなったらさっきのギガフレアからの横スマッシュなどで蓄積ダメージ 0% からの一挙撃墜なども狙えるわけです。お花はダメージが大きくなります。普通に食らうよりもさらにでかくなってしまう。もうこんなにいっちゃいましたね。これはキノコ、キノコは怖いです。突然キノコにかかると復帰しようとして反対側に行ってしまいますから、これもまた蓄積ダメージ 0% からやられる可能性のある技ですね。などといろいろアドリブ性が求められる、スーパーノヴァ、お楽しみいただければと思います。ところで、クラウドの偶数カラーの切り札にも手を入れました。それも超級武神火山バージョン5です。ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンに So only his advent children costumes get this? 攻撃力など性能は奇数カラーと全く変わらないものになっています。なおご存知かと思いますが、クラウドの偶数カラーには袖ありと袖なしがあります。まあこれも原作ファンにはおなじみのものですね。 OK, sure, why not? 次にステージのご紹介です。 I'm in a cave. 北の大空洞というステージを作りました。ステージの形状自体はシンプルにしましたが、
背景がストーリーを追うようになってるんですね。これ、プレイプセン終盤の展開を You better not spoil this game, man. なので、これネタバレを見たくないという方は回れ右をした方がいいかも。いや、しなくてもいいかも。何しろ二十数年前のゲームですからね。まあそれに、あの新しいリメイクでこのようになるとは限らないということなので、まあ見ていただければ幸いです。それでは参ります。北の大空洞。I'm good on that one. I might play that one day, but... So like what? If you play this stage, do you just get spoiled? You just get spoiled on everything? Like, was Mother 3 not enough?Like, what the heck, dude? That frustrates me, I'll be real with you. That really annoys me. Oh, well. Well, I think I'll stop it there, though, just to be on the safe side.Thanks for stopping by for a little bit.